男性が婚活で注意する点について話します。はい、こんにちは。高学歴 YouTuber タクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は男性がね、婚活で注意する点について話したいと思います。最近、若手のね、若手っていうのは若い人っていう意味ではなくて、僕のねチャンネルを新しくね、見てくれる人が増えてきたので、今日はね男性向けにそういうね、僕の動画を今まで見て、いなかった方にね向けて、動画を撮っていきますので、以前喋った内容と重複する点もありますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、男性がね婚活で注意してほしい点、注意するべき点について話します。婚活ねされてる男性の方結構たくさんいると思うんですが、そういう方ねにはぜひ必見になります。まず婚活において女性はね、より好みをするんですよ。これ結論から言うと、女性はね絶対により好みします。より好みって何かというと、ちょっとでもいい男性を選ぼうとする。ちょっとでも少しでも今よりいい男性、もっといい男性はいないか。そうやって女性っていうのは絶対ね、高いところをね、高いスペックの男性を、どんどん求めようとすると。で、そういう傾向があります。で、このね、より好みするっていうのは、これね、別にノーラさんだけじゃなくて、みんながね、女性みんなするんですよ。で、なんかね、ノーラさんもね、底辺なんだけど、結構ね、そういう人がたくさんいて、これもね、常習化しててね、今の婚活市場において、そういう現象があります。で、より好みする先はどうなるかっていうとね、これね、スペックの高い男性ね、つまり年収が高くて、年齢が若くて、年収が高くてね、で、身長が高くて、顔がね、自分好みの男性にアプローチします。で、そういう男性って、ほんの一握りしかいないんですよ。で、そこにね、結局女性みんな応募するわけで、応募するんですよ。だから、結局、バランスが取れない。女性も男性も、ほぼ同じ比率。若干ね、結婚相談所に限っては女性の方が多いんだけど、基本的に市場、この僕たちのいる世界っていうのは1対1なんですよ。だから、1対1なのに、女性がね、そこの高いスペックの男性ばっかり求めるから、結局、全体的にマッチングしないという現象が起きてます。で、このね、女性がね、より好みするっていうことによって、今ね、すごく婚活市場ではね、男性とマッチングしなくなります。で、賢い男性の方はね、これはもうね、ご存知だと思うんで、おそらく結婚相談所とかそういうところにね、申し込まないと思うんですよ。なんで申し込まないかというと、今のような現象が起きちゃうから。だから、結局は、対をなさないんですよ。男性と女性が1対1いるのに、結局対をなさないと。だから、それは時間とお金と無駄じゃんっていうね、結論に至っている人が結構多いと思います。それはね、実は正しくて、男性ってね、女性みたいに女子会とかあるじゃないですか。女性だと女子会だけど、男子会とかしないじゃないですか。男性って基本的にね、そういうね、婚活について話す場面ってあんまりないと思うんで、これ僕がね、ぶっちゃけね、もうここでね、動画で言っときます。僕はね、別に男子会とかしたことないし、別にね、そういうのはね、興味ないんだけど、ただね、こうなんか女性ばっかりこう、情報を共有してね、男性はそういう情報を共有しなくて、で、仕事が忙しくて、こうね、働いて、で、疲れて、だけど、こう、ガツもしないといけない。こういう男性が非常に多いんで、僕はね、その男性を代表して、ここでね、やっぱりね、そういう現状をね、やっぱり言っときたいっていうね、そういうところがね、あります。で、その、女性ってね、じゃあ、どうやってね、より好みするかっていうと、これね、僕の、経験則からなんだけど、女性ってまずね、男性の年収を見ます。で、自分のね、理想の年収、これに一致してないと男性を選びません。だから、そこからまず選びます。で、例えば年収がね、女性が例えばね、20後半でね、もう30になっちゃうと。
で、男性に求める年収はね、500万以上としたときに、まあ、まず年収で検索するんですよ。で、500万以上の男性ってどんな着るか、っていうと、まあ、40とか50でもいいんだったら、まあ、それなりにいるんだけど、30代前半とかになっちゃうとね、もうほとんどいないんですよ。で、その中でさらにね、絞ってね、身長がね、女性が例えば158だからね、まあ、165以上とかね、170は欲しいとかやるんですよ。で、身長170で年収550万以上って、いる？実際にっていう話になってくるんですよ。おそらく数パーセントしかいないんですよね。で、その数パーセントの、男性がね、の中でさらにね、写真を次見るんですよ。顔微妙とか言って消していくんですよ。じゃあいなくなるんですよ、結論的に言うと。じゃあね、まあ、身長ね、170なくても165でもいいかとかやって、でやっていくんだけど、またいなくなるんですよ。で、じゃあ年収下げようか、500万600万無理だから、まあね、最低480万欲しいよねとか言って、まあ検索していくわけなんですよ。で、まあそういう感じにして、全てね、そのデータしか見ないんですよね。だから、男性はね、これね、ぶっちゃけ意味ないんですよ、婚活する。女性はそうやって夜のみして、データしか見ないから、その内面を見ないと。で、内面を見ないんですよ。だからその男性がね、本当に誠実で、例えばね、お酒も飲まないし、タバコも吸わないし、ギャンブルもしないと。で、優しいのに、結局年収と身長が足りないから切っていくわけなんですよ。だから一生結婚できないんですよね。で、まあ、そういうことを繰り返して、結局女性はね、30過ぎちゃうんです。で、30過ぎてくると、今度はね、今までね、20代の、まあ、半ばぐらいまでは男性にね、いろいろ誘われるんですよ。飲み会とかね、遊びに行こうとか、いろいろ誘われるんだけど、もう30代過ぎちゃったらね、もう誘われなくなります。これなんでか分かります？まあ、これ、ね、男性だったら分かると思うんですけど、まあ、30代過ぎたらね、女性30過ぎたらもう誰も誘ってくれなくなってね、もう孤独になっていくんですよ。で、まあ、そういうことがあって、30過ぎてみんな焦り始めると。だけど、30過ぎちゃうと、結局ね、男性ってみんな年下が好きじゃないですか。女性は年上が好きなんですよ。だからマッチングしなくなるんですよ。そこでもう 100% ね、ほぼ 100% マッチングしなくなる。で、女性はね、男性にね、ブチギレするんですよ。わかります？どういうことかって言ったら、年上のおじさんばっかりね、応募が来るとか言って、だいたい30ぐらいの女性って40とかアラサ以降ね、アラフォーの男性から来るから、それで切れるんですよ、すぐ。で、切れて不機嫌になって、おじさんばっかり来るとか言って、不機嫌になるんですよ。だけど、普通に考えたらわかると思うけど、女性って年収と身長で男性を決めるのに、なんでその年上のね、男性から応募が来たらね、切れるのって怒るわけ。自分がね、高年収で高身長でね、まあ、顔もまあ最低でも普通ぐらい、まあ、自分がいいと思う顔の人じゃないと無理って言ってんのに、より好みしてんのに、男性からね、より好みで来たら、自分タイプじゃない人だったら切れるわけなんですよ。だから、まあ、女性がまず成熟してないっていうところが、その一つ大きい点になります。で、そういうことで結構ね、今のね、この婚活市場って本当、男性にとってはね、かなりもう、なんだろう、こう、めんどくさいっていうかね、男性にとってね、こう、なんだろう、それなりのスペックの男性でも、まあ、結婚できないっていう、そういうね、もう時代になっております。で、男性はね、その女性にね、別に高いスペック求めてないんですよ、これ、ぶっちゃけ言うと。だけど女性のほとんどがね、これ勘違いしてて、女性のほとんどが勘違いしてるのは、女性、男性ってね、美人で、まあ、綺麗でね、綺麗で細くて、細い女性が好きなんだと思ってるんですよ。だけど、そういうね、より好みする男性って、こう一部しかいないわけなんですよ。一部しかいないっていうのは、高学歴で高年収でね、まあ、そこそこかっこいい、もう市場に 1% もいるかいないかのね、レベルの男性しかより好みしません。だから、普通の男性はね、そんな女性のことをね、そんな美人でね、超細くてね、スタイルがいいとか、そこまで見てないんですよ。だけど、女性がすぐ勘違いしててね、自分がより好み
してる人に限ってそれで勘違いしてるんですよ。まあ、これ野原さんがいい例なんだけど、すぐ勘違いしてます。で、その自分がね、より好みしてる男性に嫌われたらすぐね、これ切れるわけなんですよ。で、それ結論から言うとね、自分がね、相手に求めすぎてるんですよ、女性がね。で、そういう女性しか今ほとんど市場にいないんで、ここね、男性やっぱり今僕が言った点をやっぱり注意しないといけないと思いますね。今いくつか僕が言ってきたね、内容についてやっぱりね、婚活する上で注意していかないと、いけないと思います。ただね、時間が無駄に、使っちゃったりとか、お金も無駄になっていくわけで、そういう点にね、注意してほしいですね。で、まあ、僕の動画ね、結構女性の方がね、ブチ切れてね、コメントしてくるし、批判してくるんだけど、僕のまずね、このなんだろう、動画っていうのは、営業目的でやってません。だからこの動画からね、なんかね、高いね、相談所にね、こう紹介したりとかね、なんかこう商品売りつけたりとかね、あと何、マルチとかね、勧誘したりとか、そんなことしないんですよ。だから僕はそうだ、詐欺的なね、高いものを売りつけたりとか、そんなことしないわけで、これは僕が話してるのは、これね、現実を話してて、まあ時には僕の主観を話したりとかね、いろいろ話すと思うんだけど、あと僕のね、婚活の進捗状況とかも話すけど、基本的にはね、そういう詐欺とかね、みんなのね、こう、なんか気を引いてね、ビジネスしようと思ってやってません。なので、まあ勘違いされてる女性の方はね、まあ見なくていいですね。で、僕いつもね、見なくていいって言ってるんだけど、見るんですよ。で、まあそういうことがあるんでね、まあ注意してもらいたいと思います。で、男性がじゃあね、どうしたらいいか、婚活でどうしたらいいか、これ僕いつもね、口酸っぱく言ってるんですけど、これ僕のまあ体験談から、やっぱりね、女性はより好みします。で、自分のスペックが低いのに、すっごい高いところを求めると。だから男性は逆にね、その低いスペックの男性に申し込んだらダメなんですよ。これ僕今まで一回もこれで成功してないんですよ。で、じゃあどうしたらいいのっていうと、これはその自分と同じぐらいのスペックの女性に申し込む。だから例えば自分、男性がね、自分がまあ、年齢がね、例えば35歳でね、まあ年収がね450万だったとしましょう。男性がね、35歳で年収450万で、まあ大卒でね、まあ身長も160ぐらいでね、顔もまあ普通ぐらいかなみたいなね、まあ、標準的なタイプだったとします。35ぐらいでね、でじゃあどうしたら、どういう女性に申し込むかというと、まあね、その男性の好みとかも若干あると思うんだけど、やっぱりね、男性の35歳って結構ね、まだモテるんですよ。モテるっていうのはその婚活市場においてね、やっぱり男性ってやっぱり30から35ぐらいまで結構少ないんですよね。少ないっていうか、その結婚相談所は女性が多いし、年齢がね、もう35からね、どんどん高くなっていくんですよ、みんな。だから35ぐらいまでの男性って結構ね、少なくて、その女性の、なんだろう、狙える幅が広いわけなんですよ。例えばね、37とかになっちゃうと、狙える幅がね、男性も狭くなってくるんで、そういう意味ではやっぱり35ぐらいまでで450万ぐらいだったら、まあ女性のスペックも別にそんな低く落とす必要は僕はね、ないと思ってます。で、じゃあどれぐらいかっていうと、まあね、ちゃんとね、働いてる女性ね、年収がまあ300万でも350万でもちゃんと働いてる女性がいいと思いますね。で、かつまあまあデブじゃないね、デブな女性って自分に甘いんですよ。だからデブじゃない女性でね、まあ普通のね、体型の女性でね、まあ、顔もね、別にこだわりなくね、普通でね、っていうのが僕は一番ね、その、ま、理想としてはいいんじゃないかなと思ってます。で、まあそういう感じで、まあやった方が、その自分のね、スペックと同じぐらいね、の女性に申し込む方がいいと思います。極端に言うと、僕の場合、都内のね、一流大学の大学に出てるんで、例えばね、女性にね、じゃあ、総計以上
早慶並みもしくは早慶以上の女性ので大学院出てる女性っているかって言ったらこれいないんですよ。検索に引っかかりません。あの大学院出てる女性がまず 1% もぐらいじゃないかな、数パーセントね。あのね、なんかね、そのパンフレットとかでね、大学院出てる女性はね 10% ぐらいいるみたいな、 10から何パーセントいるみたいになってるけど、これね、あの自分の対象年齢を考えると、わかります、自分の結婚できる対象年齢、つまり僕だったら、まあ、20代、まあ、30代前半までだったら、あの3人ぐらいしかいないんですよ。3、4人しかいないんですよ、大学院出てる女性で。その中で学歴高い女性ってなると、もうほぼ いないですよ。あの一流大学の大学院出てる女性っていないんですよ。だから結論から言うと、いないんですよ。だからそういうことになると、求めれないんで、なんだろう、その、僕の場合はね、一致しない、うん、そこはね、ちょっと自分でね、例えばじゃあ大学院出てる女性がいいって言っても、それいないわけでね。まあ、早慶クラスのになるといないわけだから、それは選べないわけなんですよね。だからまたなんか戦術がちょっと変わってくるんで、みんなね、その学歴が低い人になっちゃう。だから高卒とかもね、あの専門卒もいっぱいいるんで、そこも応募しないといけないっていうね、そのなんだろう、自分が言ってることと違うそのギャップが生まれてくるんだけど、基本的にはやっぱりね、低いスペックのね女性に申し込んでも絶対うまくいかないんで、そこをまあ絶対注意してほしいなと。女性はより好みするってね、もうそこだけ覚えておいてください。ということで、まあ今日はね、ちょっと動画本当に長くなっちゃったんですけど、まあ初心者じゃないな、ごめんなさい、初心者って失礼ですね。僕の動画をね、こう最近見出した人のために、もう要点だけまとめてね、ズバリ動画にしました。最後にチャンネル登録といいねと、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。